映画一礼してキス上映後の初日舞台挨拶です。どうぞよろしくお願いします。皆様こんにちは、アンを演じさせていただきました池田エライザです。今日は満員と伺っております。初日に皆様とこうやって、晴れ晴れとした日を迎えることができて、はい、何に晴れ晴れとした日ですねはい、とても幸せです。今日は短い時間ですが楽しい時間にできるといいなと思ってます。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。続きまして同じく主演になります三上洋太役の中尾雅紀さんです。はい、三上洋太役の中尾雅紀です。ようやく初日を迎えれたということで、今回この舞台挨拶が皆さんが映画を見た後 の初めて見た後の顔を見れる舞台挨拶ということで、今日ちょっとドキドキしながら来たんですけど、今回監督もいらっしゃったり、こんなになんかキャストが集まることがないので、今日はいろいろと裏話とか話したり感想をどんどん聞きたいと思ってますので、どんどん声出して盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。皆様映画いかがでございましたでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。さっきなんか楽屋でみんなで話してたんですけど、なんかすごいしっとりした雰囲気だったらどうしようってずっと言ってたんで、よかったです。でもいかがですか、やっぱり初日を迎えるって主演に立ってるこのお二人にとってもすごく特別な日だったと思いますけれども、どんなお気持ちで迎えてますか。やっぱり映画を作ってる期間というのはここまで華やかな場所ではなくって、チームで一丸となって同じ方向を向いて作品を作る、そういう時間だったので、こうやってそのチームのこういう時だけですよね、なんかこう主演として皆さんの前に立つっていうのはなんだかね、なんか恐縮な気もするけれども、でも主演としてこうやって宣伝させていただけるのは光栄なので、できる限りのことはやりたいなと思うしね。どう中尾くん、主演でしょ。そうですよ。なんか今回でもやっぱりそうやってさっき言ってたんですけど、その現場で、寒い中こうやって撮って、やっと皆さんの前にお披露目できるっていうのがすごい嬉しくて、こうやって今日見終わった後とかもちょっといろいろ感想とかすごい待って、それが僕たちの糧になるので、そういうのを楽しみにしてやってきました。はい本当にね、大変だったと思います。今年の3月ですよね、撮影入ってっていうことで。そうですね、弓道の練習自体は1月ぐらいからやってたのかな。そうですね、1月から2ヶ月3ヶ月ぐらいやってましたね、うん、そして同世代の、ね、皆さんがこうやって学園もので共演されるっていうことでしたから、きっといろいろと仲良くなったんだと思います。そうですね、はい、すごい、ここは仲いいですよ。たかしが大好きなんですよね。ありがとうございます。いや本当に今回と年齢近い男の子多くて、ね、プライベートで遊んだりもしてて、それはなんか、そうなんだ、それ知らなかったね、はい、一度も誘われてない。ヒロ君はちょっと最初そんなに一緒になるシーンがなくて。そうですね、でもたかし君が昨日メールくれた明日お願いしますみたいな感じで言って、すごく嬉しかった俺は、うん、よかったです。中尾君はくれなかったあれLINE ライブの時に会いましたよね。そうそうそう。でも LINE ライブのお知らせも中尾から来なかったけど勝弘からは来たよ。勝弘くんから俺の写真を送ってもらったんです、監督に。もうぐちゃぐちゃですね。いやでもね、それだけ仲が今いい、特にボーイズトークになってますけれども、はい、今だからこそ言いたいこと、聞きたいことでもいいですし、こんなことありましたよねっていうことでもいいと思うんです。共演者の方でもいいですし、監督にもでもいいんですけれども、早速皆さんからお話を伺っていきたいと思いますので、ここはせっかくなので、じゃあ佐藤さんからいきたいと思います。はい、僕初めて舞台挨拶こうして出るときにやっぱすごい緊張してて、すごい調べたんですよ。で、大体の人がピシッとしたフォーマルな黒い服でなんかみんなカチッとしたイメージで来るのかなと思ったんですけど、もう主役がこれだからもうあれなんか全然僕のイメージしてたのと違うなみたいな。真っ白いるし真っ白めっちゃオーバーサイズだしみたいな、なんかあれこういうもんなのかなっていうのが今の僕の素朴な疑問です。違うんですよ、僕もなんかそのイメージしてた舞台挨拶って黒のジャケット着てちょっとおしゃれなガラシャツとか着て出てるのかなと思って、逆にこっちで行こうと思ったらみんなそれぞれいろいろ着てきちゃった、割とそっち側だった
みんなその考えで逆の方で会っちゃったっていう、ね、逆にいいんじゃないですかね。でもこれはこれで私はちゃんとあんちゃんが赤の帯だから赤に着ようと思ったんですよ。ほら、あーそういえば俺もだ、主役が赤青ですからねおかしなことですよ、はい、本当にありがとうございます弓道でね、すごく昇格試験を受けられて、はい、見事初段を取得したというね、本当に改めておめでとうございます。誰でしょう。今日はさらに賞状を持ってきてくださったんですよね、はい、あ、そうなんですよ。ちょっと見せていただけますか。この間、あーすいません、ちょこちらなんですけど、まあ先月、確か先月かな、確か先月頃弓道の初段を取りまして、まあ、結構質素だなと思ったんですけどそんなこと言わないのこれ本当に実際に、まあ、映画終わった後なんですけど、本当に弓道にハマってシャッターチャンスですこちらでも初段取って本当に弓道好きになったので、今回の映画で本当皆さんが弓道に、まあ、興味持っていただいたら嬉しいなって思っています。中、中、こっちも向けてこっち向きにもこれを拡散してくださいお願いします。すごいですよね。素直でよろしい。